どちらに行きましょう。一歩も動かないぐらい。どちらで。カウンターをイメージするときに、まあ、ターゲットもしくはスペースに、供給するときに、まあ、今の球種を使います。いいじゃん。じゃあコツを。コツですか、うん、人それぞれ個人差はあるとは思うんですけど、うん、僕の場合は、うん、もうその野球のスイングと一緒で斜め前で、切れるようにっていうのを意識してて、まあ、この姿勢からボールセットしてトスを上げて一個溜めて蹴るっていう動作をイメージしながら蹴るんで。いいですか、蹴ってもらう。ボールの球体のもう下をこすってやるように。なるほど、行こう。はい、斜め前でボールのやや下をこすってやるように。コツある？コツ、コツはもうやっぱりこうインパクトのポイントとタイミングが一番大事かなっていう。近すぎてもダメ、遠すぎてもダメ、早すぎてもダメ、遅すぎてもダメなんで、それぞれ個人差はあると思うんですけど、一番気持ちよく蹴れるポイントで蹴り続けるのが一番大事かな。行きましょう。いいよ。ボールの高さはどれぐらい？ボールの高さは僕がだいたい高1なんで、腰の高さです。高さは腰でポイントが斜め前です。蹴り続ける、自分の形を作っていくのが一番大事かな。ただ蹴りすぎちゃうと怪我につながっちゃうんで、まあ、そこは本数ちょっと上手にやる。
来た来た。ディフェンス。ラビルさん。